初代キング男爵、ピーター・キングは、イギリスの法律家、政治家、1725年から1733年まで、大法官を務めた。ジェローム・キングとアンロックの間の息子として、1669年に、エクセターで生まれ、エクセター・グラマースクールで教育を受けた。青年期の時は、初期教会史に興味を持ち、1691年に、匿名で、 アンインクワイリーイントゥザコンスティテューション、ディシプリン、ユニティーアーシップオブザプリミティブチャーチザット、フラリッシュと、ウィズインザファースト3リーハンドレッドイヤーズアフタークリスト、という初期教会史に関する著作を出版した。母方の親族で、哲学者のジョン・ロックは、この著作に興味を持ち、キングの父に、彼を、ライデン大学に送るよう提案した。キングは、 ライデン大学で3年間学んだ後、1694年10月23日にミドルテンプルに入り、1698年6月8日に弁護士資格免許を得た。1701年1月10日にベアールストン選挙区で庶民院議員に当選、以降1715年まで議席を維持した。1702年2月に諸女演説をした後、ロックからの祝いの手紙が届いたが、 ロックによると、諸女演説の反響は良かったという。1704年にもエールズベリーの選挙について演説した。1705年にグラストンベリー市裁判所判事に任命され、1708年7月27日にロンドン市裁判所判事に任命された。1708年9月12日、アウデナールでの戦いでの勝利について、アンジョ王に賛辞を述べた後、ウィンザー城で、 ナイトに除された。この時点で、ホイック等の重鎮の一人とされており、1710年には、ヘンリー・サシェベレルを追訴した人物の一人となった。1714年9月20日に、ジョージ一世がロンドンに到着した時は、地裁判所判事として、彼を歓迎した。1714年10月26日に、高等法廷弁護士になり、11月22日に、 民事訴訟裁判所大法官就任した。1715年ジャコバイト法規に反乱に参加した、平民を追訴したが、寛容な方針を取ったという。1725年に、キング男爵に助され、貴族院議長に就任した後、同年6月に大法官になった。1733年、脳卒中で麻痺を起こしたため辞任を余儀なくされた。 その時、4000ポンドの年金買い切りで2万ポンドをもらうという選択肢を与えられ、後者を選択した。1728年11月14日、王立協会フェローに選出された。1734年7月22日、サリーのカムで死去した。1725年のキング男爵英国人、明治天は、キング以上の名声をもって、 大法官に就任した者は少なく、キング以下の名声をもって、大法官を離任した者も,も少ないと告評し、キングがたびたび判決を引き延ばしたとも記述した。一方で、イングランドの不動産に関する所在地法の原則を定め、夫が妻の個人的な財産に法的権利を有する場合、その財産の一部を妻に残さなければ公平法に基づく権利を行使できないとした。 また、1730年裁判所手続き法を提出して、裁判所で使用する言語をラテン語から英語に改めた。1704年9月、アンセーズと結婚した。二人は4男2女を設けた。ありがとうございます。